次は、参議院の平井さんの名皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員平井です。今日は笠井さんは、公演で特に出たね、ソロで参加してます。はい、ありがとうございます。ずっと頑張ります。先週ね言ってた9日の合格、仙台原発の審査合格は1回見送られました。でも来週にもこの合格出そうと動いているそうです。でもどんなに言葉尽くして合格を規制委員会が出したとしても絶対に認めるわけにはいきませんよね。だって例えば今問題になっているあの避難計画、あれはその合格審査の基準になっている規制基準の中に組み込まれていないです。だから結局事故が起きた時、国も規制委員会も一つの責任を取らないっていうことじゃないですか。なおかつ自治体も自分たちで計画作らない、病院に丸投げして病院や施設の方は手を挙げていると、そんな状態では国民の命、住民の命守れるわけがないですよね。で、先日全体薩摩仙台市のお隣である道菊市木野市で1ヶ月半で住民の過半数に当たる人たちが再稼働の署名に応えたそうなんです。そうやって地元ではこの日本全国で